るし。え、あ、商人さん。ふざけんな。になるか。どこもいつまで無敵？あ、客まだ無敵。あ、怖すぎ。ダンジョンで冒険してお店に遭遇することがあり、ここでも床に並んで、ね、商品を拾ってから天使の話だけど購入することができます。購入する際は必ず支払いを済ませてから店出るようにしましょう。取ってきたいな。何これ。モルガナイトの腕は卵型の壺。うわ、無敵そうだ。え、無敵層400なの。鈍足、真空切りいいね。死の恵み、あ、これが盾か。欲しいな。これさ、無敵取ってさ、場所替えのさ、悪いこと考えちゃった。拾う。嘘、出口まだ分かってないっけ。上のあれって出口じゃなかったっけ。出口見つけてからしようか。間違えた。ちょっと一旦手に取っただけですからね。ちょっとまた後で来ますね。ここだ。結構いろいろありますな。トンネル杖。アダンが当たった壁を一直線に10マスまで掘れる。斜めには掘れない。あ、壁掘り。店から出たら上に逃げる。店から出たらここね、ここに行く。トンネルで近道作っていかない。あー、ちょっと使ってみよう。おっ一直線来ちゃ、一直線来ちゃ。拾う。あ、確かに全部売ってか。あ、なるほど。極悪人じゃないですか皆さん。おい、店の中でも戦うんかい。え、落ちてる道具が燃えてしまった。お前ふざけんな。お前マジで、お前ほんまほんとふざけんな。ほんとふざけないで。お前マジさ。とりあえずこれでさ、はい、お買い取りしてもらって、おし、ね、場所がええ、感電。店で食う飯はうまいな。おし、なんだ。あっ、壺の中身以外のものすべてが、あっ、え、全部やった、ラッキー。直線ルート作る。え、こっちも作っとく。まっすぐ左行って上。じゃあ行くか。これ場所が使っちゃうか。
まあ、よくてここの杖がなんだろう。吹き飛ばし、あー吹き飛ばし、直線吹き飛ばしはあり。泥棒しろと言ってるようなもんじゃないか、これ。もう天の恵みもある、聖域もある。吹き飛ばし場所替え天才、泥棒の達人になってしまう。こんなさ、2回連続ショップが出てくるのが悪いと思う。無敵、行くぞ。いえ、場所替えが効かない。